姉妹ラジオのんべんだらり。はい、始まりました、のんべんだらりです。こんにちは。自分だけの習慣、ルーチンにしとることっていうのがなぜかというとやね、はい、私が最近始めたのが、最近って言ってもでもなずっと続いとんの、それが、一月ぐらい、夜寝るときにスマホ触る、大体触ってしまうよね、もう今の人ほとんど触ると思うけど、ベッドで触るときに、壁に足だけ上げるの、わかる？90度、腰から90度で、設定すると、私さほとんど座ってだから日中作業しとるもんで、ちょっと血を戻そう、血の巡りを戻そうと思って、で何分上げとったかわからんくなんで、だいたいちょっとこう測って15分は最低でも上げと、お尻からこう90度でギュッと。私ベッドが、頭の部分しか壁にくっついてないから、それができやすいことが今分かった。あ、それかなってちょっと思った。だからベッドがどっちにも面してないとあかできやんけどな。そうやね、でもあの足は疲れるから、昔さ、なんかマカロンクッションって流行らんかった？流行った。足乗せるやつ、あの背中とか首とかマッサージするマカロンの形しなくて、パカって開くやつや。そうあれ、パカって開いてどうなの？マカロンがパカって開いて広くなるってこと？開いたら本を開いたみたいな。中もグーを出すみたいなことやろ、パカって。グーはでないけど、いや、ただ開くだけみたいな、あ、その中にコードをしまえる。何のコード？マカロンのコード。なんか暖かくなったりかなんか、電動でくるくるなんかこうなんかウィーンって回りながらマッサージ、そういうのなんや、腰に当てるとか。そうそれをいつもベッドのに入ったらマカロンしながら10分ぐらいで切れるんかな、多分、電動、あ、自動的に、やりながらふくらはぎをマッサージして寝る、寝るとき、っていうのを最近やっとるけど、日課、毎日？まあ、大体歯磨きとかそういうこと、それぐらいの感じ。なんか私だけなんかそんなに張り切ってやるほどでもないけど、やり始めてずっと、あ、まあ、ポカリもそうかもしれんけど、はい、最近、痩せるだ、じゃ塗るだけで痩せるクリームっていうのをコリアンナ、その類はうちらが中学校の時からずっとあったよ。あの小指をテープで巻いとったこともあるし、なんか足の指とか巻いとったこともあるし、耳になんか変なの貼ったこともある。塗るだけで痩せる。どこに塗るの？痩せたい部分に塗るの？そうビフォーアフターが載っとって、これすごいからとあるエステサロンで販売してるやつなんやけど、そこには行ったこともある、で私のお友達がそこに行くって言ってたから、ちょっと買ってきてくれへんって言ってお願いして手に入れた、それを私ちょっと二の腕にこう、今塗ってるんやけど、塗るだけじゃなくて効果を最大限に発揮するためにサランラップかちょっと頑張ろうと思って、クランプってしとる。うわ、えらい、何秒、あれですよね、あれですよね、肘つく、肘つくやつ、肘つかんだらどうすんの？もう、なんちゅうの、腕立て伏せのスタートみたいな、腕立て伏せ自慢じゃないけど一回もできやん。できやん、腹筋はできてもできやんよな、絶対できやん。で、このクランプを30秒を3セットすると、3セット目はもうプルプルなるよ。プルプルなるか、声が出やん。最初は1セット目から声出さんくって、ああ風邪とんのっていく、3セット目ぐらいになると、なんかうおーとかうわーとか言いながらやっとる。連続でやんの？3セット、1セット目と2セット目の間はなんかもうバターンってして、ゾゾタウンとか見てけちょっとね、あの痩せた時はこれ着ようみたいなのをちょっとね高めてね。あ、でもそのなんちゅうの、半日開けるとか朝昼晩とかじゃなくて、その1回の時間の中で3回やるってことやろ。そうえらだって、その持続するのって難しいやん、継続、だからお風呂入る前にそれして、何度かの時間お風呂出てからマッサージしながら塗るクリームを、いつからやっとんの？
3日前ぐらい。あ、じゃあまだちょっとまだ分からんね。ビフォア、うん、ビフォアの写真撮りたかったけどまだ撮ってなくて。サイズ測らな、サイズ測っとかなかのちゃん、うん、あ、そうやん、なんか分からんやん、ないの今。今あ、じゃあ後にしよう、ここでさ、うん、あーとかやる紐でもいい、録音切ってからしよう、ちゃんとメジャーで測ってせやな、それでな、うんうん、でもどっちの効果か分からんくなるやん、2個同時にしとるでさ、クリームの効果なんかさ、プランクの効果なんかさ、プランク、あ、クランプ、どっちなん、私分からんねん、あ、クランプか、あ、どっちやろ、プランクはプランクトンやろ、プランクはプランクトン、クランプ、あれどっちや、クランプはあのさ、社交でもさ、こう直角曲がる、クランクちゃう、それクランク、クランクやでそれの感じで、この肘の90度みたいな感じなんかと思ってああ、そういうこと、そうかも、あ、そうかもね、うん、これでプランクやったらもうどうしようもないね、あの2人、あの3人何言ってやろうみたいな、全然ちゃうで、で、それが今の習慣にしとることね、習慣にしたいな、うん、あかねちゃんはないですか、うん、朝起きて、あ、三文の徳は、あ最近は早起きはしない、してない夏休み、夏休みはちょっともう来るしね、うん、うんうん、だよね、だよいいのいいの、そんなもんよ人間なんて、三文の徳が特になかったやな、感じられやんかったんやな、効果が感じられやんと持続できやもんな、うん、あとさ、うん、話がそれる、うん、いいよ、夜にさ、これやらなあかんっていう、うん、こう切羽詰まったものがないからやと思うの今、うん、なるほど、うん、夜が切羽詰まっとれば、なんていうの、締め切りがあるものがさ、うん、あるんやけど、うん、そこまででもね、うん、そうそう、もう近日中にっていうのが、うん、詰まっとる方ができるってこと、あ、まあでもそういうもんか、うん、私もそう、そういうもんじゃないですか私が言ったらダメですね、うん、そうやね、そういうもんやね、うんうん、時間がありすぎると進んでかんよな、そう、うんうんうん、だって私4月3月4月、うん、5月すっごい忙しくって、うん、もうなんていうの、もう移動時間30分、うん、ギリギリ、うん、5分遅れたらもうやばいとか、うんうん、10分早く着くために高速乗るとか、すごいそんな生活しとった時はめっちゃ元気やったのに、うん、今夏休み終わって体が不調になるみたいな、うん、で夏休みの間は割と家の中におってそんなに仕事も忙しくなくって、働いた日数、あの、うん、出かけて働いた日数でいうと本当に数日なのに、うん、偉いよな、そっちの方が、うん、偉くない？もうだっていつでも寝れるやん昼寝、うんうん、いつ寝よっかなみたいな感じやん、うんうんうん、そうすると狂うよね、狂う、うん、そう、いつやってもいいって言われると狂うよな、うん、えみちゃんスクワットマジック続いとる？やっとるよ、すごいね、でも、うん、おしんを見るときだけな、おしんとセットやで、でもさ、それええよね、おしんを見逃したら、だからやらんの、おしんを見逃した日はできやん、絶対おしんは大体見るもんね、うん、そうやな、1週間 6日やっとるうちの4日は見るわな、絶対それさ、うん、1回見逃したらさ、おしん飛ばんの、うん、おしん飛ぶ、そしたらびっくりした、この間あれどうなったんやろみたいな、いきなりさ、なんかまた裏切られとるみたいな、その展開がさ、展開がめっちゃ早いでさ、おしんは毎日何か起こるでさあれもうこんな事件が起きとるみたいなのはあるけど、見ながらこうスクワってほしい、そんなしょっちゅう裏切られるの、もう毎日裏切られる、おしんが裏切られる、おしんはな、うん、そう、痛い目に遭うことばっかりやで、うん、不幸ばっかりが起こる、でそれ見ながら、おしんはでも頑張ってる、そうそう、頑張ってる姿を見ながら、私もそのスクワットした後ステッパーをめっちゃこう汗だくになりながら、おしんステッパーもすんの、うん、夏空まで、何分ぐらい、じゃあ本当はスクワットマジックって2分ぐらいしかできやんくない、うんうん、私は2分しかでもうやらんの、うん、2分やってからステッパー20分ぐらい、すごいな、もうね、だってだからもうそれ夏空とおしんがあるから、あ、ちょっと気は紛れるんやね、そうきっとね、そう、あのさ、なんか習慣を、うん、新しいことを習慣にしたい時って、うん、よしやるぞって言って、それを何か新しいことを家に生活に取り入れても大体失敗するんね、うん、だから私みたいにスクワットマジック買っても、うん、
やる暇がないっていうか、うん、やらんだりとか、うん、で一番いいのは今ある習慣にセットにくっつけるのが一番続くんやけど、うんうん、エミちゃんが本当にまさしくそうそうそう、もう絶対おしんの時間だけは譲りたくないと思ったで、うん、とりあえず動いとれば見れるやん、うんうん、でもさそれが逆にステッパーとかに定位置におらんと、うん、動きながら見てしまうやん、うん、なんか洗濯とかさ、うん、髪の毛それこそこクリクリやりながらとかさ、うん、そうすると追えへんやんおしんがわかるやろ、おしんの裏切りを確認できやん、そう絶対みたい、絶対みたいで、あんだけそんな視聴率取ったやつってどんなんやろって、やっぱめっちゃ面白いわ、面白い、だって不幸な話やろ、不幸な話が面白いんやわな、だからこういうのが面白いんやなと思いながら、でもやっぱ面白いわと思ってみる、えどういうとこが面白いの、おしんの裏切られる人間が手のひら返すありさまが面白いのか、うんうんうん、おしんの頑張ろうっていうその負けない気持ちがいいのか、うん、なんかさもう結末は分かっとんのなんかな、うん、劇中劇みたいになっとって幼少期からずっと追うんやけど、うんうん、一番最初で最後におばあちゃんになったのを思い出しながら物語が進んでいくの、おばあちゃんが孫と一緒にこう自分の歴史を最後追うような旅行をしながら物語が進んでいくもんで、最後は成功するって分かっとんの、おばあちゃんと孫で、おばあちゃんはすっごい成功するの、おしんはめっちゃ成功するんやんか、成功って何、ね、分からんよ、おしんがどう思っとるかは知らん私はやけどすごい大きい、何やったあそこ、ヤオハンじゃなくて何かその社長になるの、あースーパーかなんか、へー、すごい商社の社長になってすごい成功を収めるまでのストーリーを追っとるもんで、お金にもすんごいお金持ちになるの、うん、すっごい貧乏から始まってすっごい仕打ちをいっぱい受けるのに最後は成功するっていうサクセスストーリーって分かっとるもんで安心して見れる、うん、あなるほど、ねうんうん、今もう大変やけど、そう絶対最後は、うん、え最後はええんやでってなって、うんうん、分かっとるで見れるおしん、おしん終わったらどうしようと思うけど、今どれぐらいなの、夏空と一緒にスタートして、うん、今のさ朝ドラって半月、はじゃ半年ごとやろ、おしんは人気すぎて1年やったんやわ、うん、やから半分ぐらいかな今、もうすぐ夏空終わると思うので、おしんはリメイクなん、それとも昔のやつをやっとんの、そのままそのまま映像とか昔の、うんうんうん、多分100話目なんやって今朝ドラが、夏空は 100ストーリー目っていうの、うん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 、でおしんが今まで一番人気やったもんで BS では多分そのおしんの再放送をしとる、でも100今から見ようと思っても101話目から見ることになる、ね、そう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 、でも朝ドラのええとこってさ、うん、途中からでも入れる、あ入れる入れる、なんかあのストーリーすごいよな、うん、うん、見れる見れる見れるけど、どんだけ入り込む、だからもうさ定位置におらんと絶対無理やん、嫌でステッパー、ちょうど程よい、嫌でステッパー、私子供が小さい時朝ドラ一時期ハマっててしまって、うんうん、じゃあ見出すとさ、うん、そうなんだ、ハマる、いやこれはあかんわと思ってやめたんや、うん、でもな何が面白いってなごめんな語り出して夏空が今そのだから100ストーリー目、朝ドラが始まって 100個目のお話なんやけど、うんうん、今までの歴代の主役を務めた人たちがいっぱい出てきとんの、うん、見とった朝ドラって何見とった、あんまり見やんかった、昼ドラは見とったけど、朝ドラ見ながらさ朝の支度したりせんかった、中学校ぐらいの時とか、だって朝ドラって8時15分ぐらいいつぐらいに見とったんかな、なんか見てない、あそうなんや、なんかちょっ私いつも朝ドラ始まったらもうもっちゃん学校行かなあかんよって親に言われて、もうお母さんも朝ドラ見んやであんた早行きなみたいな、そうやった気がする、高校は間に合っとった気がするな、見とった気がする、で松嶋菜々子とかがやっと昔ヒロインをやっとった時とかがあって、やっとった弁護士の話やったっけ、うん多分そう、それかな、で松嶋菜々子もだから出とったりとか、でおしんのだから田中優子も出とったよ、この連続で、ああ この人やでってもう娘に言ってこうおしんやで全然違うなって言いながら楽しむみたいなそう思うと朝ドラを結構見とったんかもしれんな、そうやね、うん、そう、ああそうやね、うん、今お母さんに自分の母親に、うん、あんた朝ドラ見とるって言われて、うん、朝ドラといたて見とるって言われて、うんうん、すごい多分言いたかったの、うんうん、じゃあ私この喋りに行くわ私見てます、なんならおしんも見てますって言って、うん、言ったって両方は見てない、喋りたかったやな、きっと喋りたかった、わかるわかる、そういうのがそっか、いやで習慣化するにはちょうどよくって、うん、そういう風に組み込むといいかもしれんな、うん
そうやね、うんうん、はいはい、はい、思い出した習慣にした。おラジオ体操のピアノはまだ弾いとるよ。そうなんや。弾けるのか綺麗に使えずに、うん、使える。使える。結構難しいよねラジオ体操って。じゃあ今日の背景の音楽それにしようね。ラジオ体操。ラジオ体操。あかねちゃんのラジオ体操。で、あのリピートやと嫌になってくんで15分ずっと弾き続ける。2回弾いたら。あ、それぐらいになる？なる。あらららら。ゆっくりやし使えるし。じゃあそれにしよう。おばあちゃんのリハビリぐらいの速度。あ、ちょっと今回はあれか、次回ぐらいにしようかな。すぐ弾かなあかんで、毎日弾いてるから教えてもらえばみんなのを録音して、うんうん、それにしよう。楽しみにしていてください。ではまた来週、バイバイ。